うどう？うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。どれどれ。うんうん、大丈夫そうでよかった。印の方は何か進展あった？フラクトシデスが今週に来てるなんて思った以上に厄介だね。細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない。誰もが等しく共鳴の力を授かるべきだって。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そうして力を手に入れたアーティファイサーと呼ばれる人をフラクトシデスの戦力として利用します。そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ、他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか？はい。ですが、彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。真の目的はわかりませんが、それもまた、レイン様が伝えたい情報の一つなのかもしれません。それにしても、あの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も記録もとっくに済んでたよ。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住させた。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはりスカーに連れ去られたのですね。私たちでスカーを捕まえることができれば。あー、さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。レイン様はそれに気づいて漂白者さんに警告しようとしたということですか？フラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないこともレイン様はあらかじめ把握していた。ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。どうして？ああ、つまりレイン様は護衛を手配してたってこと？必ずしもそうとは限りませんけど、きっと何かしらの対策はしていたと思います。どうかしましたか？今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、闇にうごめくフラクトシデス、この全てが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体？何があったとしても、あなたは私たちが知っているいつもの漂白者さんです。そうそう、残像とか音階とか全部素手で引き裂いてくれるあの漂白者だよ。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。あとは日時計だけか。モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした真のメッセージが隠されているみたいです。
12の国を意味する羊の国。羊の国、スザク。これがカラクリを解除する鍵になるかもしれません。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには指針と外の輪にあるメモリを合わせる必要があるでしたね。つまり十二地支の。正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。それを指針に合わせたら完成ですね。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武。何度も強調された方位は？見ちゃダメだよね。ほらヤンヤン、早くそっち向いて。まあちゃっちゃか見ちゃって、早く早く。に関する全ての資料が保管されているデータベースです。参照すればあらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は祭祀の管轄下にあります。なのでレイン様はアクセス権限を他の人に付与することができるのですが、実際に行ったことはほとんどないそうです。変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は精細かつ正確なものです。なのでもし高蘭類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのなら、あることを意味します。それは過去に漂白者さんは今週と何かしらの関係を持っていたということ。そしてその関係が普通の関係ではないということ。今週、それどころか交流にとっての大切な人ってこともありえるのか。もしかして私たちとんでもなくすごい奴に出会ってしまったのでは。どうかしました？他に何か気になることでも？はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。変定は今週設置時に一番最初に落成した構造物で、今週で方位を示す時はそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を？言った通りじゃん。やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって、レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。漂白者さん、どうかお気をつけて。あなたの帰りを待っています。
あたり。そちらがデータベースの入り口みたいだ。一部が水に浸かってしまっている。水位を下げれば先に進めそうだ。謎解きはまだまだ続くらしい。まずは中央にある施設を確認してみよう。なるほど。確かにこの装置は楽器みたいだ。でも肝心の音が5つ足りないせいで演奏はできなさそう。つまり音刻に欠けている音を5つ全て入れて曲を演奏させればデータベースに行けるということか。吸音台の後ろから音がする。欠けている音の一つのようだ。装置に入れてみよう。やっぱり旋律が灯された。そっちの竜子を鳴らせるようになったみたいだ。水の下から昇る竜鐘、鐘を鳴らせとはこのことか。新しい通路が開かれた。一つ目の謎は解けたようだ。次はそっちか。他の音階を探そう。変形に残像が。いや、本物ではない。投影なのか。だが破壊されても警戒モードは起動されないようだ。やけに静かすぎる気がする。これは次の音刻の情報。何やら方位が示されているようだが、最後の一文は何を意味するのだろうか。西に音があるようだ。よし、これで二つ目ゲット。装置に戻して。水位が下がり、東と西にそれぞれ竜子が出現したようだ。他の音刻の手がかりならそっちにありそうだ。一旦降りて行ってみよう。新発見です。ロックされた。先に他の竜子を起動させろってことか。こっちが正しいみたい。
指示にここまで手が込んでるとは、実に霊院らしい。反対側の竜子も解除したみたい。念のため離れる前に確認してみよう。そっちの音、音刻か？やっぱりここだ。でもまずは投影された残像を何とかしないと。ここは光竜の命綱といっても過言ではない重要な場所。投影だけで守れるとはとても考えにくい。おそらく霊院の目的は、今は先に進もう。三つ目の音刻も入手した。吸音台に戻ろう。新しい足場が登ってきた。道をつなげていこう。誰かの視線を感じる。音刻の音だ。四つ目も入手。いよいよ終盤か。水位もかなり下がってきた。よし、あと一つだ。行こう。熱烈な歓迎だな。切る。切れ。死。くらえ。全ての音を集めた。吸音台に戻ろう。
歴史を感じる。これでデータベースへの扉が開く。これが高蘭類書。交流の全てが記されているデータベース。ここには誰もいないみたいだ。とりあえず、レインが到着するまで使えそうなデータを探そう。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかも木っ端みじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。これ、罠か。まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らの遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。その程度か。壊れる。くらえ。フォトンシンセシス。やっ。切る。ターゲット確認。花よ。大丈夫。一気に行くぞ。ターゲット確認。死ね。慈悲など無用。獲物の自らやってくるとは。今ここは二人きり。まずはその怒りを沈めてくれ。俺はただお前に忠告したかっただけなんだ。その目に映るもの全てが真実とは限らない。他人の言葉を疑う。何事もすぐに結論を出そうとするな。本当にとんでもない石跡だ。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はないのか。はい、花よ。ターゲット確認。切る。慈悲など無用。
ら後をつけてたこと気づいてたみたいだな、漂白者。俺の元凶は挟み撃ちでしか破れない。それなのにいつもお前のそばにはそれを可能にする心の通じた仲間が現れる。だが今レイインと手を組むなんて俺は悲しいな。本当に人気者だな。無事ですか？大丈夫に決まってるだろう。彼が傷つけば、傷つくのはこっちの心なんだ。漂白者、今回の俺の失敗はお前への贈り物と思え。ほんの気持ちとして受け取ってくれればいい。だがさっきの会話は忘れないでほしい。俺を選べば全てを話してやる。ほう、なるほど。レイン様に先手を取られたのか。お前らの企みは一体いつ計画されたのか気になって仕方がないな。